1995年4月14日午後7時、土砂降りの東京・新宿です。高層ビルを覆い隠すように上空500メートルまで雨雲が低く垂れ込めています。明日この新宿で何かが起きるというまことしやかな話。オウム真理教の予言が一人歩きしている首都東京は緊迫した不安な空気に包まれています。午前6時です。捜査員が現場へ到着しました。今から捜索が始まります。捜査員の方は特に何も特別な装備はしていないようです。現在午前7時10分過ぎです。捜査員が信者たちが作った車のバリケードを越えて中に入りました。南青山です。今入りました。ちょうど8時です。家宅捜索が始まりました。捜査員が入ってきます。数々の疑惑を呼ぶオウム真理教に対し捜査当局のメスが今日史上空前の規模で全国一斉に入った。殺人予備容疑などで捜索を受けたのは全国120カ所余りの教団関連施設。動員された警察官はほぼ10万人と過去に例のない未曾有の大捜索となった。平さん、レントリーさん、武蔵野警察です。開けないと破るよ。ドアが開いて乗用車が出てきます。乗用車が出てきます。都民がですね、かなり緊張に包まれてるんですけども、明日が終われば終わるんじゃないですか。これは任意なんですか、強制なんですか、どっちなんですか。テレビ局の人見てください。これ職権乱用なんです。皆さん知ってます、地下鉄で流れたのはサリンじゃなくてタブンだったっていうこと。それ国家ぐるみで今潰そうとしてるんです。全てオウム真理教のせいにしようとすることになってるんですよ。大捜索は隠された真実を暴くのか。サリン製造疑惑や拳銃密造疑惑など全国民が注目の事件は今重大局面を迎えようとしている。先ほど5時45分頃からなんですけれども、捜査員の車がですね到着し始めました。いわゆる防護マスクをした捜査員というのは姿が見受けられないんですが、かなりの数の捜査員が今入っていきます。かなりの数です。もうちょっと数えられないですね。何百人規模の捜査員かもしれません。こちらからはもう捜査員の姿全く見えなくなってしまいましたけれど、全部裏手におそらく行ったんだと思います。今中に、今チェーンソーでですね、窓をこじ扉こじ開けていますね。5時49分に48分になりますが、扉が今裏手が、はい、開きました。今捜査員が続々と中に入っていきます。殺人および殺人未遂容疑によりオウム真理教教祖麻原彰晃こと松本智津以下約40名の逮捕状の発行へ、本日5時25分から関係都道府県に所在する同教団の施設130箇所の捜索を逐次開始をしておるところであります。5時55分です。捜査員が到着して25分経ちまして、ようやく入り口から捜査員が中に入ってきます。続々と中に入ってきます。第4サティアの中に、そして正面、そして、一部は駐車場の方向にも、捜査員が入っていきます。1時間半経って全く所在が確認できないということですと、もしかしたらこれ長丁場になるのかもしれないですね。
9時45分にですね、朝原祥子教祖が逮捕されたようです、はい、現在ですね、捜査陣がですね、待機していました車に乗り込んでいます。オウム真理教教祖朝原祥子こと松本智津夫40歳を殺人罪及び殺人未遂罪で逮捕いたしました。3月以来国民の皆様に大変ご心配をおかけをした捜査もここに大きな山を迎え、妨害です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 。さらに今後ともいろいろやらなきゃならん問題があって、この地域にとってはまあ今から第一歩が始まったと、こういうふうに思います。息子たちの事件が、オウム真理教に関わりがあるならば、本当に関わっているならば、朝原祥子さんの逮捕ということで、この際、息子たちのこともぜひお話ししてほしい。1台目の車です。1台目の車の中に乗っているようです。朝原祥子を損傷をはじめとする今回の逮捕は不当である。今後は弁護士と相談し対応について検討する。朝原容疑者を乗せました護送車、中央高速道路上り線を東京方面に向かっております。11時41分、朝原祥子容疑者を乗せた車が今私の目の前を通過しました。朝原です。朝原容疑者を乗せた、警察の車が、パトカーに先導され、警視庁に入ってきました。朝原を乗せた車でパトカーに先導されています。はい、それでは再び警視庁の磯住記者に聞きます、はい、磯住さん、はい、その朝原容疑者の逮捕後の様子なんですが、はい、何か分かっていることありますか。はい、現在朝原容疑者は地下鉄サリン事件の舞台となりました霞ヶ関から目と鼻の先にありますここ警視庁に現在留置されておりまして、今日の取り調べの方はすでに終わっているものとみられます。朝原容疑者は取り調べに対し、目の見えない私がそんなことをできるでしょうか、信じてもらえないかもしれませんがと供述し、容疑を否認しています。捜査当局では地下鉄サリン事件を犯行の計画からサリンの製造、そして現場のばらまきまでオウム真理教が組織的に行った犯行であると見ております。そしてそのすべての段階で朝原教祖の指示があったと断定しています。昨夜殺人と殺人未遂の容疑で逮捕状が出ました41人の容疑者のうち、今日の捜索で朝原容疑者をはじめこれまでに19人が逮捕されております。捜査当局は残る容疑者の逮捕に全力を挙げております。そして今後朝原容疑者らを厳しく取り調べ、事件の全容解明に向けて全力を挙げる方針です。警視庁からは以上です。